株式会社、サラビオ温泉微生物研究所は、大分県別府市に本社を置く化粧品医薬、部外品の製造、販売会社である。温泉から発見された新種の藻類である、温泉藻類 RG92 を中心とした、商品の研究開発を展開している。2020年4月、株式会社サラビオ温泉微生物研究所に、社名変更。 2020年10月、グループ会社、株式会社森藩別邸と合同で、本社所在地に置いた温泉座をリニューアルオープンこれに伴い、新しくインスタグラムツイッターを開設。2006年7月20日の創業以来、大分県で化粧品の製造開発及び温泉微生物研究を行っている化粧品メーカー。自社で研究開発、商品開発、 技術開発を行っているほか、大学、医療機関との共同研究による学術活動も行っている。サラビオ温泉微生物研究所の中枢的研究所であり、スキンケアサイエンスセンターとライフサイエンスセンターにカテゴライズされたワイドレンジな研究テーマを持つ。所長は、分子モータータンパク質研究の第一人者である、加勢田国義博士。研究概要は、 タンパク質、酵素化学、皮膚科学、細胞分裂研究、病理学の研究を主とする。温泉から採取した微生物を発酵プロセスによって高速培養するバイオテクノロジーは商品開発の根幹を成す独自技術。ケニュー,ー細胞の微小器官研究では、繊毛を介した新規シグナル電波機構、マイクロセンサー理論が第7回世界、毛髪研究会議で、 ベストプレゼンテーションを受賞。その作用基準を採用した育毛剤の商品化に成功している。本社敷地内にある源泉を用いた研究を展開。2012年に4種の新規温泉藻類を発見し、抗炎症作用を持つエキスの抽出に成功している。2014年に特許取得発明の名称、藻類体から抽出したエキスを含有する、物、および化粧用物、 炎症性疾患の治療、予防薬、並びに、新規微生物。2012年5月、世界で初めて毛髪の形成や成長に、重要な役割を持つ、人と髪の毛乳頭細胞から飛び出す専門の可視化に成功した。2012年9月、第27回日本皮膚外科学会総会、学術集会にて、学術発表を行った。名は、 人毛乳頭細胞一次線毛の構造と機能の関係。毛乳頭細胞の一次線毛の発毛における役割を見出し、新規育毛理論を提唱した。2013年5月4日から6日、英国エディンバラで開催された第7回世界毛髪研究会議において、サラビオ研究チームが提唱した、新規発毛活性化機構、マイクロセンサー理論がベストプレゼンテーションを受賞。 2013年6月14日から16日第112回日本皮膚科学回想会においてマイクロセンサー理論を発表2014年3月4日から6日第13回日本再生医療学会総会においてスフェロイド型ケニュートー細胞による一時専門を介した高効率な細胞間シグナル伝達を発表2014年5月14日から17日韓国 チェジュ島で開発された第8回世界、毛髪研究会議において、10日による新規脱毛メカニズム、発毛エネルギーの調節機構を解明、スフェロイド型毛乳頭細胞による発毛シグナルの増強の3円台を発表。2014年11月29日、第22回毛髪科学研究会において、毛乳頭細胞の一時専門の機能と、 加水分解酵母エキスによる制御を発表。下乳糖細胞内におけるミトコンドリアが分子モーターによって輸送される瞬間を捉えることに成功。これにより、ミトコンドリアの位置の強時変化、輸送速度の強時変化、速度分布が確認される。2013年3月、繊維型ミトコンドリアの増殖と ATP 量の増加に成功。 2013年11月6日から7日、国際学会インターナルシンポジウムミトコンドリア2013において、ミトコンドリアの機能調節機構を解明を発表。2014年12月3日から5日、国際学会インターナショナルシンポジウムオン、ミトコンドリア2014において、発毛エネルギーの調節機構を解明を発表。2012年9月、第28回日本。 微生物生態学会大会において、別府温泉で発見した新種の藻類4種を含む45種類の微生物について学術発表を行った。新型藻類 RG92 には、ニキビ、アトピー性皮膚炎、日焼け、乾燥肌、打撲、関節痛、血膜炎、水虫、送信等を改善する効果があることが確認されている。 2013年3月27日から30日に翻訳学会第133年会において RG92 から得られた透視室が関節炎および円形脱毛症の細胞実験系において高い抗炎症作用を持つことを学術発表した。本演題はハイライト州に厳選されている。2013年4月18日から20日第57回日本流町学会総会。 学術集会において、RG92 から得られた、糖質で、イルマイナス 1β、イルマイナス6、TN 回 α、MMP マイナス3の減少が認められ、RG 総類由来の糖質が炎症性、関節疾患に有用であることを発表。2013年6月14日から16日第112回日本皮膚科学回想会において、 円形脱毛症モデルにおける RG92 糖質による炎症性サイトカインの減少を発表。キーラ・コルピオ専属モデルとして採用。主に RG ボーテ、サラビオミネラルファンデーションのモデルとして活躍。ありがとうございます。